皆様、こんにちは。駅前幻聴ドリル、動画&クイズというものを始めたいと思います。今回は、船橋駅南口編というものです。こういうことないでしょうか。私がそうなんですけれども、ある街があって、街が広くて、路面を歩く時間が十分に取れない。ですから最近の状況がわからない。そういう街ないでしょうか。で、今回は、個人的なことで恐縮なんですけども、こういう状況である船橋駅南口を取り上げました。で、車を使ってですね、撮影をしました。3月6日の正午。天候晴れ、というものなんですね。で、船橋駅の南口が地図で表示されています。JR の駅と京成の駅があって、南口の街があるんですけれども、こういう順路で、走ってみましたと。航空写真にすると、こういうふうに見えまして、同じように矢印をつけますと、この赤の矢印のように走ってみました。はい。で、この矢印のような順番で進んでまいります。で、動画を見ていただくんですけれども、開始から30秒ほどすると、本町1丁目と読むんでしょうか。この交差点を通過します。それから1分5秒のあたりで、この京成船橋駅の前を通過します。それから JR 船橋駅前を左折するのが1分24秒頃です。そして2分後、京成線の下を通過して、終わりに向かうと。こういう流れになっています。途中、停車したところは、編集してありますので、全体としては2分ちょっとの映像です。では、街の様子をご覧いただきたいと思います。はい。で、動画をご覧いただくんですけれども、動画の後に丸バツクイズが3問ありますので、そちらもご覧ください。では、どうぞ。はい、この前方の交差点が本町1丁目です。今、交差点を通過しました。で、京成線の駅が見えてまいりました。はい、京成船橋駅の前を今通過しています。はい、JR の船橋駅が見えてまいりまして、その前を左折したところです。また左折をします。前方に京成線が見えてきます。で、今、京成線の下を通過しています。
で終わりました。さて、確認の丸バツクイズが3つ出ます。第1問です。本町1丁目交差点を越えると左手に現れてくるのは業務スーパーである。さあどうでしたか？丸かバツか。はい、第2問です。京成船橋駅の出口の対面にガストがあります。丸かバツか。はい、3番です。JR 船橋駅前を左折するとき、正面に見えるのは西武である。丸かバツか。はい、以上3問が確認問題です。さあ、どうでしょう。はい、では確認の意味で、もう一度ご覧ください。今、本町1丁目に向かって走っています。はい、まもなく本町1丁目の交差点です。ここを越えて左手に見えてくるのが、業務スーパーだったでしょうか？何でしょうか？あ、業務スーパーではなかったですね。はい、まもなく京成船橋の駅が見えてまいります。左手に駅の改札口があるんですけれども、その対面にガストがあるのかどうか確認してみてください。あ、ガスト見えましたね。はい。それから JR の船橋駅前を左折するとき、正面に見えるのは、東武ですね。東武でしたね。はい。まあ、ちょっとこの後は問題とは関係ないんですけども、せっかくですので、もう一度ご覧ください。いろいろ考えたんですけどもね、京成の手前にあるドラッグストアはどこかとかね、いろいろ問題考えたんですけども、3つにしました。はい。京成の下を間もなく通過して終わります。はい。ということで、丸バツクイズ確認ですけれども、本町1丁目交差点を越えると左手に現れるのは業務スーパーである。これは正解は×。ドン・キホーテが正解でした。2番、京成船橋駅の対面にガストがある。これ確かにありましたね。はい、そして最後です。JR 船橋駅前を左折するとき、正面に見えるのは西武である。これは、はい、×で東武。これが正解でした。はい、このような具合で、なかなかこう、街の中を歩く時間が十分に取れない、ある程度規模のある駅の周りをですね、このように、幻聴したときは、画像を撮って、このようにクイズと交えながら、共有させていただきたいと思っておりますので、よろしかったらお付き合いください。今回はその第1回目の船橋駅の南口編でした。どうもありがとうございました。